広畑天満宮,宮、広畑天満宮、広畑天満宮、広畑天満宮は、兵庫県姫路市広畑北野町に鎮座する神社。旧社格は孫社。現在は、広畑天満宮と称するが、創建当初は、天満社と言い,い、その後、天満神社と改称した。広畑天満宮は、明治二年、1869年9月17日、 旧歴に、当時のハリマ国飾りに仕組広畑村、旧字では、広瀬畑村の仕組天馬社として創建された。明治七年、1874年二月に孫社に、列せられ、孫社、天馬社といった。広畑村は、天馬社が創建されるまでは、飾りに下売映画村、現、姫路市鹿幕映画、中浜村、現、道区中浜町、山崎村、現、 道区、山崎、月城村、現、道区月城、高町村、現、道区高町と共に、映画村あざぐるのうちに鎮座する、映画神社を、死偶としていた。映画神社、旧社格は、剣社は、張馬国風土記に書かれた、飾り磨く、鹿間運営が里にいました岩大臣のこの阿賀彦、阿賀姫に由来する。過吉三年、百四十三年九月。 当時の映画上司三木右馬バトウ金が、張リ国一東軍大田ご黒岡山の天馬宮より、文霊を勘定し、もって、菅原道真を主催神とし、映画天馬宮と称した。明治四年、1871年3月14日に、映画神社と改称し、菅原道真、映画彦神、映画姫神、本田ダワの天皇、王神天皇、天の子屋根の命、 春日大臣を祭人とする。広畑村と映画村は、夢崎川の川口近くに位置し、川を境として、隣村の関係にあった、現在も同じ。広畑村は、夢崎川の西岸部に、映画村は、夢崎川の東岸部に位置し、両村とも南側は、瀬戸内海の針真灘に面していた。江戸時代、映画神社の宇治子村は、いずれも、 池田テルマサの支配以来姫寺領に属し、当時の王将や制度の下では、映画組に所属していた山崎は鎌田組。広畑村は姫寺領の中の大村で、明治2年1869年当時2891国の村高を有し、映画村1011国の3倍近くの村高であった。当神社の由緒は明治31年。 1898年3月、亀山運平が書いた、市村毛お徳と題する碑文に、その創建の天末が詳しく記され、その石碑は、現在も、広島竹、広畑天馬宮の境内に大切に保されている。また、碑文は、兵庫県鹿間郡市、昭和2年、1927年兵庫県鹿間郡、教育会発行にも全文が掲載されており、以下、 碑文及び、兵庫県鹿間郡氏の記述を参考に遺書及び、歴史記載する。碑文は、まず祭人につい述べている。すなわち、張馬国鹿間郡広村の内広畑村の尊者、天馬神社の祭人は、菅原大臣で、恵比寿大臣と、天の小屋根の命、春日が大臣を行使した。菅原大臣は、明治二年、1869年9月17日に、 京都官平中車北の神社の分娩を迎えて、当神社に採取したもので、これにより、村民は神社のある土地の地を置きたのというようになった。恵比寿大臣と雨の小屋根の命の煮込みは、大庫から広畑村の南方山頂、約三百二十七メートルばかりのところに祀られて、いたが、天保年間、千八百三十年から千百四十四年には、 弓江崎川の堤防上の祠に移されていた。この二柱の神も当神社に迎え、菅原大臣と合祀した。ここに、天馬神社、広島竹天馬宮は、広畑村のうぶすな神社となった。村民はひたすら、天馬神社を崇計し、水管室駅には必ず祈り、その恩優をこむった。兵庫県鹿間郡市は、京都北の神社の分霊を一旦母社の映画神社に、 勘定し、明治2年、1869年9月17日、さらに、これを創建した、当神社へ奉仙したと記している。なお、古来道村に鎮座していた、恵比寿大臣、春日大臣を合祀し、ここに全く一緒な利子を持って、映画神社のうじ子を離れたと記述している。続いて碑文は、天馬神社創建の戦きを書いている。すなわち、 広畑村の村民は古くから映画神社のうじ子であったが、文久三年1863年9月18日、旧暦の映画神社の霊祭日に広畑村が映画村と祭礼上の騒動を起こしたことが端緒となった。騒動の内容について、兵庫県鹿間郡市は9月17日の祭礼の宵宮に広畑村が映画村と 太鼓屋台の衝突を起こし、翌18日、霊祭日の儀式挙行の際、広畑村のう子が不意に乗じて、映画村の太鼓屋台を、撃破粉砕したと記し、このため、広畑村は、姫路領主坂井家のお咎めを受け、以後、広畑村の屋台の社産が禁じられ、禁止を命じられたと記している。再び、日文によれば、その後両村は和解したが、 村民の民情は適合することができず、明治元年1868年、広畑村の少屋、福井小十郎ら村役は、映画神社の宇治子から離れて、広畑村に私宮をそうしたいと考えた。福井小十郎らは、これを姫路藩長に願い出たところ許可が得られたので、現在の地を神社の建設地と定めた。当時、この地は、夢先川の包みの外にあり、 続賞ゴミ、碑文は漢文につきお水と当てると呼ばれる、柳樹創生、丁寧の地匠であったが、村民が力を尽くして、土石を運び、ついに高層の建設用地を築き上げた。明治元年、1868年9月、旧暦の霊祭にはまだ社殿がなかったので、その地に白兵を建てて、彩色を行った。社殿は、翌明治2年、 1869年に寄港し、同年9月に落成した。当時の境内壺数は1604壺、5302メートルあった。神職は三木仙通りといい、神勤とに精霊し村民も滅伏した。明治39年に発行された地図を見ると、天馬神社の地は当時の広畑村集落の北端より、 北方に300メートルほど離れたところで夢先側の包みのすぐ傍らに位置している。神社と集落の間は田んぼで隔てられており、包みの他に神社への道らしい道も見えないので、区画整理等により整備され、市街化した現在の広島畑天馬宮周辺の状況からは、とても想像するとはできない。兵庫県鹿間群市は、当神社は10月17日、 18日、新歴をもって再礼日とし、旧姫路藩主、堺忠国白尺より寄進された、提灯朝鎮二丁を社法としたことを記している。また、当神社の再式は、姫路藩長が定めたもので、10月17日の夜に、お旅所へ渡御があり、村民が数百の高張り朝を捧げて、これに愚し、10月18日の観光には列を作って、これに従ったと記し、 一、屋台。二、獅子花高面。三、ほこ,こやり。四、つらびつ。五、新芽が続いた。新芽は木馬なりと書いており、当初から木馬だったことがわかる。彩色は変化しているものの、今に続く、当時の祭礼の様子を記述している。亀山雲平は、碑文の最後に、市村もとく石文の建設の行きさつについて、書いている。すなわち、 神社創建の天末を石碑に残したいという、広畑村西町の有志の声が上がり、神職、三木千通りが図って、市村の賛同をまとめ石碑を建てることになった。亀山雲平もこの今日喜び、数名の村人が持参した旧記によってこの碑文を書いたと述べている。当神社の初代神職三木氏や先人たちの意を大切にするためにも、当神社の由緒をまさしく伝える。 この秘文とその内容は、これからも正しく、後世に伝えられなければならない。秘文を書いた、亀山雲平は、姫路藩士で開園4年、1851年幕府の昌平座科学文書に学び、安政2年、1855年姫路に帰り、藩学高校古堂の教授となった。維新後は、松原八万神社の士官や社立兵出身者、姫路僧者及び、 姫路神社の社史などを務めた石学で、明治三十二年、1899年に没した、兵庫県鹿間郡司。この碑文は、亀山雲平が亡くなる前年の明治三十一年、1898年3月に残した貴重な一文ということができる。広畑天馬宮の霊祭日は、上記の由緒、歴史の項で記述したように創建時から10月18日、 新歴と定められていた。従前は、例祭日に秋、祭りを行い、前日の17日を宵宮と言い,い、18日を本宮と言った。その後、昭和30年代後半頃であったか、秋、祭りが10月15日、16日に変更され、現在は10月15日が秋、祭りと新日本製鉄広畑製鉄所創業記念になっている。 霊祭日も秋祭りの日とは別になり、現在は本来の日より1日早く10月17日に行われている。秋祭りには、宵宮のお旅所への東京や、本宮の観光、宇じ子による屋台の練り出しなど霊祭日の再式が実施されるが、この神事も時代とともに変遷し、現在は10月の第3日曜日前日の土曜日、ショート第3日曜日、 本宮に実施されている。晩州の秋祭りは、毎年10月に入ると、張町方各地の神社で盛んに行われる秋の風物詩である。広島畑天満宮においても、旧広島畑村の集落を中心として、その他広畑小学校区及び、広畑第二小学校区内の旧広畑、広畑村域内にできた新たな宇治小町を加え、三越三代。 大小の屋台15台などが、宵宮と本宮に巡行される。かつて、秋、祭りが10月15日、16日の頃は、新日本製鉄広畑製鉄所正門から、み越しが入り、同製鉄所の見学会が行われたりもしていたが、今はない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。